お疲れ様です。ラットです。というわけでね、今回もクラッシュライドやっていくんですけど、今日はですね、こちらのスケルトンラッシュデッキをね、使っていこうかなと思います。で、こちらなんですけど、今、グラチュアルのウィンレートね、よく言うやつですね。よく言うやつのウィンレート1番。で、まあ、72% ぐらいね、ありまして、この動画が、上がってる昨日ですね、に、クラロアのね、クリスマスコロシアムっていうのがあって、ボンさんと焼き鳥とライキさんが出てて、リア充撲滅じゃんみたいな、ね、クリスマス、イベントがあったんですけど、その時にもね、僕が使ってね、ちょっと、ヒリアの方たちをボコボコにさせていただいたんですけど、こちらね、結構強いですんで、今日もね、こちらやっていきたいなと思います。で、今ね、ヒリア代表の、あんまり言いたくないですけど、ヒリア代表のね、別に僕もね、リア充だからこう威張ってるとかじゃないんですけど、こう今ね、たまたまそのヒリア代表の焼き鳥がね、僕の横にいるっていうわけで、こんにちは。誰がヒリア代表や本当に、うん、ちなみにね、ライキさんも僕ん家にいるんですけど、今ね、お風呂に入ってるところです。はい、ちょっとみんなでね、ゆっくりしてます。どうですか、クラコロ、どうでした？うん、本当に、いや、調子よかったんよ。もうレゼロス様として、よしよしよしって言ってたら、ね、君がね、本当に、やられたわ。すごいですよね、本当に。なんか、毎年、クリスマスクラコロだったり、バレンタインクラコロみたいなのがあるんですけど、今、3年連続で、僕にいつもプレゼントしてくれるんですよね、皆さんが。本当にありがたいなと思って、今年もタダで、彼女とね、ディズニー行けるんで、ありがとうございます、ライキさん。マッチングしないんだけど、よくない？いや、じゃない？はい、時間帯が悪いのかな？あ、雑。いや、最近みんな雑なんですよね、会話が。来た。187だ。よろしく。で、このスケラ、まあ、何が強いって、最近ね、メガナイトのスケラだったり、など遅延のスケラとかが流行ってるんですけど、まあ、回転がやっぱ速いっていうので、こう、大型に対してはまず結構強いんですよね。相手が大型展開した瞬間に逆サイド攻めたり、して、またね、ボムタワープラスポイズンで守れますので、で、あとは遅延のスケラですね、最近流行ってるんですけど、まあ、それに対して、こう、マスケットがね、マスクだ、マジ。目の前に立ってなんかふうって謎の深呼吸してましたね。そう、遅延のスケラアイスイズベビードラボムタワーなんですけど、まあ、そこに対してマスケットプラスのメガゴがこうもう1対1の相性交換を取れてるんですね、両方が。なんで、まあ、流行りのデッキに対して強いっていうのが、まあ、唯一というか強みですね。ラバに対しても高回転でマスケメガゴと、まあ、ポイズンが回りますんで、まあ、結構余裕でね、ラバーを起こせます。よいしょ。さあ、ここは相手がファイボまで打ってきてくれて美味しいですね。で、ボムタワーの爆破でいい感じに処理できまして、ここもスケラ打っちゃいますね。アイゴルフトしつつスケラして、で、あとコウモリとかなんか来た時に速攻雪玉ね、打てるようにもう構えておきます。これ多分ウッド裂いたんで、ここで雪玉打って、よいしょ、もう2コスのねスペルないんでポッキリ折れちゃいますね。よいしょ。はい、で、このウィザードは、まあ、つけてきても結局ボムタワーで守れますんで、よいしょ、ダックプリで守りつつ、このまま勝手にカウンター行って無視したらね1個落ちるよと。よいしょ。さあ、相手はホグ系、これね、ちょっと正直余裕ですね。いや、こうなんか焼き鳥が喋りたそうにしてるんで、一言聞いてみましょうか。私はもういいよ、喋らなくて。本当いいよ。ちなみにね、一応報告しておきますと、現在の時刻朝5時半でございます。なんなら寝てたのに俺起こしてあげるよとか言ってね、一生起こされてるっていう。誰が起こしてきた？え？どうしたの？ちょっと睨まれてるから言えないかな。優しさなんや、俺なんや。いや、こうお泊りした時って皆さんこうみんなでワイワイやっぱ楽しむじゃないですか。で、そんな中で焼き鳥が寝ちゃってたんですよね。そこをライキさんは、あ、こいつ寝たままだとこの今回のお泊りやっぱ楽しめないっていうので、おい焼き鳥おらってこう起こしてあげてたんですよね。優しさなんですよ、それは。それは優しさなんで、器用な優しさ。
そう、その優しさを焼き鳥はなんか無理やり起こされたみたいな、なんかひどい言い方してて、ああこいつマジで先輩の優しさわからねえやつなんだなって思ってね、僕は。いや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 、思ってましたね。いや眠い。いや眠い人はあれだよ、寝かせてあげよう。うん、やっぱ気持ちよくね眠ってる人がいたらもうね、それはね、じゃあしゃあないなっつって寝かせてあげるのもそれも優しさないの。草。いや雑。雑すぎ。最強っすからね、本当に最近それでしか会話できてない。困った時とりあえず草って言ってきてもなんとかなるから。なんねえよ。草。10秒前と会話が。マッチング長い。ちょっと待って、何勝目？4。あ、一番長い。ラットさんお得意のカットでやってる。カタカタカタ。草。困りまくっとるやん。いやこれ全然あのこう次の試合が何分から始まるよっていうのがね、あの出てるんで、こうね、もう焼き鳥の声マジで聞きたくないって方はこう飛ばしてくれればね。ひどすぎ。よし、というわけでいきます、よろしく。ふうで、あれ生放送もねしたんすね、今2回ぐらいしてるんですけど、うん、ちょっとねこうぜひ見に来てほしいんですけど、勝てないんですよ生放送なかなか。トロ上げ生放送じゃなくてトロ下げ生放送やもんな、あれ。くさ。なるほど、それは言い過ぎでしょ。結構真面目に生放送中結構巻き越しちゃうんですよね。でもなんかそういうのあるよなやっぱ。くさ。もう俺に返す気ないやろ言葉を。草の2文字だけで済ませようとしてるよ。さあスキル対決来ましたね。これさっき言ってた遅延スキルの可能性はありますね。でまあワンチャンこう防衛ポイズンしてくるかな、かユニットで守ってくるか。はい、防ポイ来ましたね。でまあナイトに対しては正直何でもよくて、まあベビーに対してはマスケかメガゴ、ワイスに対してマスケかメガゴ当てていければ基本的に勝てますね、マジで。マスケットの処理ができないんで。言うね。でマスケットの処理を相手はなんでローリングバーバリアンでしてくるんですよね。そこをアイゴレだったりダクプリで、とか雪玉とかでこう延命できるとよりね、ええ感じにな、ええ感じになっちゃいますね。よいしょ。ここ相手、あ、後ろから来ますね。とりあえず僕も後ろから行って、まあ、逆サイドつけら来てもあの棒ポイあるんで、よいしょ、まあ、焦ることはないですね。そう、こういうところです。相手がマスケットポイズンで処理してこなかった時にここをあのタルババが来るんですよ。そう、ここをこうダックプリとかで挟んであげて延命できれば相手はここのマスケットの処理に苦戦するんですよね。でここに対して延命してからスケルトンラッシュ打つと、このねマスケットがやっぱ相手厄介っていうので、ここにコストをまた咲かせられるんで、いい流れをね掴むことができます。んー、よいしょ、ほんまや、素晴らしい。よいしょ、これを繰り返すだけっすね。まあなんでマスケットにポイズン打ってくるんですよね、多分比較的には。かまあでも今スケルトンラッシュの防衛にパタップ、うん、ポイズン割いていたんで打てない感じかな。アイスイズも処理しちゃいます。へえ、処理で多分もうマスケメガゴ出しとくだけお得みたいなとこありますね。よいしょ、でマスケを右サイドに出して、ああ、まあでもこれ雪玉でね、ほい、完璧ですね。いい感じにね。でここワンチャンタル来るんだけど、まあ、メガコで気合で延命できるかな。いやボムタワーが強い。ちょっとねユニットがね前目に前目にシャシャリ出ちゃってますけど、誰が焼き鳥や。あーあーじゃない。全く全く違う。雑なんだよな、いじりも返しも。いやそれが我らの焼き鳥みたいなとこありますね。そう、相手はこのやっぱマスケットがすごいだるいんで、こうマスケメガゴをこう積極的に出してあげるだけで結構勝てますね。でこういうところも雪玉打ってあげて、よいしょ、マスケでねほぼ折ってます。であとポイズンプラスの雪玉圏内で、ここでポイズン打ち始めたら雪玉回ってくるのにちょっと時間かかるんで、一回ねワンチャンをつかませないように負け筋を減らすですね。よいしょ、おっと、負け筋代表ケンツくん、よいしょ。ええ、というわけでケンツがよく動画でこう負け筋をね減らすんすよ、負け筋が。
よく言ってバカにしてないしてないしてない、でも大事、本当に負け筋減らすっていうのはすごい大事ですね。確実な勝利を掴むっていうのはね、最後の最後にやっぱなんか持っていかれるみたいなことよくあるじゃないですか、うん、勝ちに行って負けたりとか。確かにね、そう、あれをなくす、負け筋をなくす、うん、大事なんだよね。確かに確かに。さあラバ来ましたね。ラバに対しては結構勝てると思っています。でこういうのやっぱドラドラとかが厄介なんですけど、ボムタワーをねうまく使えるかどうかにかかってくると思いますね。ボムタワーでこれラバのダメージ減らしつつ、ここのランバーも処理できてるんですよね。でこれちょっと運が悪く雪玉ないんで、よいしょ、うまっ、自画自賛ちょっとねうますぎて自分でもびっくりしちゃいましたね。相手ラバクロですね。なんか久しぶりに見ました。これスケアミとか来ると、ああでここはちょっとベビーぐらい許容して、あのここもさらに許容してからの、おお許容するね、アイゴレメガゴ組んで、まさかスケラ打ってもスケアミがいるんですよね多分。なんで一回打たずに、あ素晴らしい、おお美味しいラバ。なんかでベビーとホバ咲いた後なんで、これに対して出せるのがコウモリしかないんですよね。よいしょとランバーか。なんでここは相手特に何もできずにいいカウンターにつながりそうですね。さあうまみ成分たっぷりってハネハネさんがよく言ってる。あそうなの、ね、最近クララ YouTuber めっちゃ見てるんですよね。よいしょ完璧のピキちゃんすわって、よいしょそれもハネ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 さん、ハネハネさん完璧のピキちゃん、完璧のピキちゃん、これめっちゃ言ってる。よいしょさあここはこれでコウモリも処理しつつ、ベビーもねタワーが処理してくれますね。お腹すいた、いやお腹すいたって、マジでお腹すいた。よいしょもうね深夜なんでね、耳さあこれ以上太るわ今食ったら。でも食わないと なかなかいい肉ついてるじゃないですかやばいよ、ね、デブじゃないですか。あデブじゃないですか、叫んじゃわよ人んちで人んちでやめて。よいしょ、これもうねラバーを処理しつつランバー処理しつつ、このボムタワーの爆破で他にともね巻き込んで処理できるっていう、ボムタワーめちゃくちゃ強いんですよね。わかった。よいしょでこれアイゴレからの、おおなんかすっげえいる軍隊でもこれねアイゴレプラスの生き玉で、よいしょ完璧のペキちゃんすこれ、わ便利っすね気に入っちゃってるよ。いしょさあもう残り18秒ですので、これを適当に守れば勝ちかな。マスケで早めに処理しつつアイゴレ蓋して、よいしょでボムタワーも置いて、よいしょ、いやこれはこれはこれはよいしょこれは参った、グッドゲームという感じで、まあボムタワーがねこう思った以上にあの使えるっていうのはね、こうラバーを止めつつラバーの後衛も、爆破であったりボムの攻撃でランバー処理したりっていうので、ボムタワーがめちゃくちゃ強いんでね、ぜひこちらスケルトンラッシュデッキ使ってみてください。というわけでまあ久しぶりにね誰かと話しながらやったんですけど、概要欄に焼き鳥とラキさんのねチャンネル貼っとくんで、最近2人動画サボってるよね。そんなことないです。でも12月ね結構みんな頑張ってるんで、よければねチャンネル登録と高評価の方もねお願いします。では、はい、まあ、こんな感じで終わりにしたいと思います。またねちょっとディズニー彼女と行ったのろけ話したいと思うんでね、楽しみにしていてください。ではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。